はい。おっ、くっついて離さないですね。人の指だったら噛み切られてしまってます。餌はうずら、うずらのひな、冷凍したものですね。これも食べたらやっぱ食べるよね。こんだけ食べるとは思わなかった。もうフードファイターですよね。加藤チャンネル、加藤ちゃん、今日はカミツキガメに餌をあげます。餌はうずら、うずらのひな、冷凍したものですね。こういったね、冷凍したものが販売されています。これをそのままカミツキガメにあげると冷たくて消化不良でお腹壊しちゃいます。なのでこれを一度解凍してカミツキガメにあげます。この間静岡市でカミツキガメが捕まって解剖して調べたところ、お腹の中から鳥が出てきました。水鳥。実際に野外でどれだけの数の水鳥、例えばヒナを何羽食べることができるのか、それが野外で生態系に与える影響を推測することにつながったりします。どれだけ食べるんでしょうね。開けてみましょう。それではカミツキガメにウズラのヒナ開けてみます。まずは1羽、食いついて離さないですね。これがね、噛みつけも怖いところです。ステンレスのピンセット離してくれないですね。人の指だったら噛み切られてしまってます。離して。離さない。おった、はい、離してくれました。2羽食べましたね。たくさん吸い込むように喉に入れて、あとはぐっと首をね、喉を伸ばしながら胃の奥に奥にうずらを詰めていきます。3羽目。食べていく様子が分かりますよね。3羽食べました。まだ食べたい。ほら、ちょうどちょうどいいって。また4羽目。はい、4羽。次5羽。おう、6羽、7羽、8羽、9羽。内臓が出ちゃいましたね。一組目。10羽。さあ、まだまだ食べると思います。11羽目。20羽。うわ、もうすごいね、すごいね、食欲旺盛。おいちいでしゅか。おい、はい、おいちいでしゅか。わあ、なんかね、爬虫類見てるとね、たまにね、赤ちゃん言葉になっちゃうんですよね。おいちいでしゅかって。何話だっけ。いきます。22話。22。30羽。30いきますよ。30。もうお腹いっぱいかな。普段はね、このぐらい食べればもうストップしますけれども、
来た来た来たね。まだお腹いっぱいじゃないのか。じゃあ上げましょう。31羽目ほら食べるんだね、本当にね。34、35、36、37、38、39、今40羽食べました。これが自然界だったらとんでもないですよね。鳥がいなくなっちゃいますよね。よくカミツガメ野外で取れたものを解剖するんですけども、もし今このカミツガメを解剖したらもう想像できますね。胃をちょきちょき切っていくと中からうずらが40羽、うわしゃわしゃ、恐ろしい。41、離して41、42、43、44、45、46、47、48、0になりました。パラッ、まだ食べるみたいですね。ちょっと用意します、もう一つ。はい、続き開始します。来た来た、まだ食べるの。48羽食べましたからね。49羽50羽。はい、50羽食べました。餌欲しいんだね。はい、51羽。これ60羽目ですけど、あ、来た来た来た、食べるんだまだ。あー、60羽食べ過ぎ。61、もうお腹いっぱいになっていたと思いますよ。だんだん後ろ向いてる時間が長くなりますからね。限界かな。ほら、はい、来てます、来てます、来てます。78、79、80羽。まだ食べるのかな。81、ほら、あ、ほら、もうお腹いっぱいかな。ちょっと動きが悪くなってきましたよね。ほいほいほい、お、食べる、まだ食べるじゃん。81、え、来た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 。82、え、何を食べるんだ。83、84、85、86、もういいかな。あ、来るね。あ、食べた。87、88、89、今90羽食べました。うずらひな90羽食べてます。もうフードファイターですよね。やばいね、もう無理でしょう。
いやー、来る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 、91、92、あ、もう無理かな。はい、もうお腹いっぱいみたいですね。91話かな、限界が。こんだけ食べるとは思わなかった。1羽が 8g、 91×8、 728g、 728g 食べるんですね、一度に。胃に入る最大の量ということですね。まあ、あのね、カミツキガメがね、12キロぐらいだとすれば、まあ 5% か 6% 食べると言われてますから、カメは、大食いというわけじゃないかもしれませんね。体が大きいから、91羽食べましたけれども、結構食べますよね。まあ、これが毎日なのか、数日おきなのか、野外での食性っていうのはまだはっきり分かっていないんですが、生態系に与える影響は凄まじいものです。ということがこの餌あげからも分かるんですね。いやー、すごい。まあ、あと最後は、お湯を入れます。今水温24度ですけどね、もう少し高い方が、よく消化するので、消化不良を起こさないように最後にあったかいお湯を入れて終わります。はい、加藤チャンネル、加藤ちゃん、今日はこれで終わります。また見てください。